当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー島にあるキャメロン湖という湖には、近年多くの観光客から湖面に巨大な謎の生物の目撃報告が相次いでいる。目撃証言によれば、その生物は非常に巨大で、ウナギのように細長く、大抵背中だけを見せ、くねくねと波を立てながら泳ぐのだという。果たして、この湖に巣う怪物とは、一体何なのであろうか。今回は、このキャメロン湖の怪物についてご紹介しよう。カナダ、ブリティッシュコロンビア州、キャメロン湖。ここは、バンクーバー島の中心都市、ポートアルバーニの東およそ15キロ、ハイウェイ4の北側に位置する、南のアロースミス山と、北のウェズリー山間にある湖で、湖面積は477ヘクタール、標高は海抜184メートルである。水の透明度が非常に高く、観光地としても有名な、とても美しく、風光明媚な湖で、南岸全体が、リトルクアリカムフォールズ州立公園に指定されている。怪物は、観光客からも親しまれている、こんな湖に生息しているのだという。キャメロン湖の怪物の身体的特徴については、全身が黒っぽい体色で、全長およそ4メートルから20メートル。背中にはギザギザとした背びれがあり、また、体の前後には、二対のおよそ30センチから40センチの一般的な魚類と、同様の形状のヒレがある。さらに、その頭部は、チョウザメのような形状をしている。全体的なその姿形は、巨大な海蛇に似ていたといったものから、コガンザメに似ていたとする情報まで様々であり、一貫性がない。その性格については、非常に温厚だと言われ、過去、人や動物が襲われたとの記録や報告などはない。また、湖の名にちなんで、別名、キャミーとも呼ばれ、日本では、あまり馴染みはないのであるが、地元カナダや、アメリカなどでは、割と知名度が高い未確認生物の一種だと言われている。次に、キャメロン湖の怪物の代表的な目撃情報についてご紹介する。2007年7月30日、バンクーバー島東岸の都市、ナナイモ在住の女性、ブリジット・ホーガスは、キャメロン湖スイミングエリア沿いを車で走行中、湖面に3匹の謎の巨大な生物が円を描くように泳ぐ姿を目撃。彼女は慌てて車を止め、湖に向けてデジカメのシャッターを切った。これがその時撮影された写真である。ちなみに、この1枚を撮影した後、ちょうどデジカメのバッテリーが切れてしまい、撮影できたのはこれだけだった。また、彼女曰く、その生物は、巨大な海蛇や、魚のような姿をしていたのだという。さらに、決して、流木や波などを見間違えたものではなく、紛れもなく、それは、自分の意志で泳ぐ巨大な生き物であったと証言している。そして、以前より、この湖の怪物の調査を続けてきた。未確認生物研究家、ジョン・カーツが率いる、ブリティッシュコロンビア未確認動物学クラブというチームが、2009年9月19日、実際に、キャメロン湖について、魚群探知機で、現地調査を行ったところ、午前11時、水深およそ18メートルの地点で、小さな魚の群れと共に浮遊する、2体の、巨大な円筒形の生物とおぼしき、謎の影を捉えることに成功した。さらに、その15分後にも、同様と、おぼしき生物を、水深およそ24メートルの地点でも確認している。この調査を経て、カーツ曰く、キャメロン湖には、複数の巨大な生物が存在している可能性は極めて高いと結論付けている。近年では、2014年、バンクーバー島クームス在住の女性、キム・マクドナルドと、その息子、トリスタンが、キャメロン湖岸の道路を車で走行中、湖面に巨大な謎の生物を目撃。その生物の頭部は、ビーバーよりも大きかったのだが、ビーバーではなく、魚でもなかったのだが、何かの生物には間違いなかったのだと証言している。彼女たちは、日常的に、この道路を通行しているのであるが、このような生物を目撃したのは、
今回が初めてであるのだという。キャメロン湖の怪物のその正体については、古代の水生爬虫類クビナガ竜の生き残りといったものから、七の魚類、おそらく巨大なウナギやチョウザメなどがその候補に挙げられる。チョウザメとは、以前よりこのチャンネルでも幾度となく未確認生物のその正体候補としてご紹介してきたのであるが、およそ2億5000万年前の三畳紀にはすでに出現していたことが知られた古代魚類で、現在の分布は北半球に限られ、その生涯を河川で送る淡水性の種類と、普段は海に生息しているのであるが、産卵時のみ遡上する種類に分かれている。またサメという名称がつくのは、その形状がサメに似ていることから由来しているのであるが、実際にはチョウザメは硬骨魚類に属するため、軟骨魚類である海洋性のサメとは系統が大きく異なる別種である。そして非常に巨大になる魚類の一種としても知られている。さらにキャメロン湖のすぐそば、バンクーバー島の南端にあるキャブトロ湾には、その存在が非常に高いと噂されている水生未確認生物キャディが生息すると言われている海域があることから、このキャディが川を登りキャメロン湖へと迷い込み、そのまま住み着いたのではないかという説も存在している。いかがだったでしょうか。キャメロン湖の怪物、さすがに首長竜のような古代の水生爬虫類ということはないでしょうが、カナダの有名未確認生物キャディが生息すると言われるキャブトロ湾が近くにあるということで、前述通りキャディが川を遡上してキャメロン湖にやってきていたのであれば、まだ誰も知らない未発見の水生大型生物という可能性もなくはないのかなと感じております。ただ今回の状況から見て、ドロップ的に考えてみると、これは正直言ってチョウザメではないかと思います。しかも目撃情報の中には、頭部はチョウザメのような形状をしていたとの証言と、体の前後には二対の魚のヒレがあるという証言があることから、ドロップの推測でもチョウザメもしくは巨大化した何らかの魚類ではないかと思っております。しかし目撃された最大の大きさで全長およそ20メートルともなると、たとえチョウザメであってもそれはそれで一見の価値がある生物かと思うのですが、皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当に面白いもんですね。またお会いしましょう。